8月23日東京2020オリンピックパラリンピック競技大会が開幕されました。このオリンピック競技の一つであるボクシングの競技会場となったのが国技館です。今回はこの国技館をテーマにスポーツの殿堂として親しまれてきた歴史を振り返る企画展をご紹介します。ご紹介いただくのは墨田郷土文化資料館の学芸員石橋さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて今回の企画展のあらましを教えてください。はい、今回の企画展は2020年東京オリンピックのボクシング会場として今の両国国技館が会場に選ばれたということにヒントを得まして、旧国技館というのをテーマにした展示をしております。なんで今回その国技館なのにボクシングなんだろうっていう方も一部おられるかもしれませんが、まあ、その辺がルーツをたどっていくとよくわかると思います。こちらのコーナーでは最初の建物がですね、建ったところの様子をちょっとご紹介をしています。立派な建物に見えるんですけど、基本は木造なんですね。設計した方がですね、辰野金吾さんと笠井万次さん、皆さんご存知の東京駅ですね、で東京駅は全く同じ頃にですね設計して作ってたりするので、なんていうか兄弟というか姉妹というか、確かにちょっと似てますよね、雰囲気ありますよね、はい、あとは国技館という名前なんですけれども、はい、これはその国技館を建てた時に、まあ、作家の方が文章を書いて挨拶文を作ってまして、はい、ここにそもそも相撲は日本の国技っていうふうに宣言するんですね、うん、ここで初めて宣言された、はい、でこの響きがいいねっていうことになって建物も国技館っていうふうに取られたというふうに言われています。先ほど最初の国技館の建物木造だったっていう話したんですけれども、はい、中でちょっとぼやが起きて全焼してしまいまして、それでこちらの2番目の写真はですね、その後鉄筋コンクリートで建て直した時なんですけれども、ところがこの建物が完成してすぐにですね、今度は関東大震災が起こってしまいまして、また燃えちゃうんですね。でところが鉄筋なんで形は一応保っているということで修理をして使われていたんですね。そしたらですね、なんと3度目もありましてですね、こちらが東京大空襲の時にも、まあ結局最後は国技館焼けてしまうんですね。ところがその時もちゃんと修理してまたですね使うんですね。で結局この建物でこの後ここからお話しする日大講堂として、まあ寿命を全うするまで63年2代目の建物が寿命があるんですけど、 そうですか。その間に2回もこんな火事、大きな火事になったのにずっと使われ続けてみんなに愛されたという不死鳥じゃないですけどね、たくましい建物でもあります。でそうした時にですね、やっぱりその時のお相撲の人気をやっぱり支えるような人気の力士さんが絶対いないとですね、やっぱりそういう修理もままならないわけで、お一人選べって言われたらやっぱりこの双葉山さんかなということで、こちらがですね、横綱双葉山が実際に着用していた化粧回し、立派ですね、戦前69連勝というですね連勝記録を作られた方なんですね。で戦前は本場所が年に2回しかないんですね。でそれで69回勝ったってことは何年最高潮だったんだっていうことになるわけですね。なるほど、はい、今でもお相撲のなんていうか神様のようなこの方が実際に使っていたあの化粧回しになります。こちらのコーナーではですね、戦争に負けた後に、国技館はアメリカ軍というか進駐軍に接収されてメモリアルホールという名前になるんですね。進駐軍のいろんなイベントに使われるようになるんですけど、まあ、その一つとして行われたのがこちらにあるプロレスなんですね。ちょうど今この写していただいている写真の日にこのお客さんの中に力道山さんがいて、これはいいんじゃないかと、俺もできるんじゃないかみたいなことを考えられて、この1ヶ月後に同じ会場でリングに上がって、一応それが力道山さんのプロレスのデビューっていうことに。旧国技館で感染していなかったら力道山さんはプロレスラーになってなかったかもしれないということですね。そうすると日本のプロレスっていうのもどうだったんですかね、今のね。でその後、まあ力道山さんの系譜を継がれたジャイアント馬場さんも旗揚げ戦をこの日大講堂というこの名前になってましたけども、日本大学講堂というところで行ってまして、今の全日本プロレスリングの最初の旗揚げ戦を行っています。国技館でこういうプロレスをしていたという事実は私知らなかったので今とても驚いています、はい、
お、こちらはボクシングですか？そうですね。で、国技館でのオリンピックも盛り上がりましたからね。はい、ボクシングの世界戦もたくさんやってるんですね。全部で27回、そこからですね、今回の展示では3人のボクサーの方をちょっと選んでですね、はい、で最初の1人目が、大場正夫さん。非常に早熟でですね、23歳で亡くなっちゃうんですけれども、チャンピオンのまま死んじゃうんですけれども、戦績5連続防衛を果たしてですね、で試合は全部見ていただくと、この日大講堂で全部やったんですね、ファンが多かったというふうに聞いています。これは実際につけられていたグローブですか？そうですね、この5戦目の防衛戦の時に実際に使われていたグローブをお借りしてまいりました。5戦目ということは、じゃあ最後の試合になったということですか？そうなってしまう。次のですね、はい、ボクサーは和島光一さんです。うん、申し上げております。和島さんはですね、実はこの資料をお借りした時にちょっとお会いする時間があったんですけれども、うん、大変なんだよと、だって手の長さが全然違うんだと、こんなだよっていうのは、そうですね、確かにそうですよね。なので和島さんはいろいろこう相手をうまくですね、攪乱したりしながらですね、内側に入ってボクシングをするような、そういう試合をうまくされた方でして、和島さん2回実はチャンピオンから陥落してるんですけども、うん、2度はリベンジで王座復帰してるんですね。でこれがやっぱりなかなかないことで、これまでの日本ボクシングの歴史の中でもやっぱ和島さんちょっと別格だっていうようなことをですね、言う方が多いようですね。次はこちらなんですけれども、ガッツ石松さんのですね、はい、最初にチャンピオンになった時に試合で使われていたボクシンググローブなんですね。ガッツさん非常に苦労の多い方で、世界戦もですね2回チャレンジしてまず負けちゃってるんですね。それもわざわざパナマまで船で渡っていって、船で、なかなか体調のコントロールとか大変だったと思うんですけども、それでやっと日本で戦いができて、それが日大講堂戦で、KO 勝ち。この時もガッツさんは勝てないだろうというふうに言われていたんですけども、うん、始まってみたらですね、非常に優勢に試合を進めて、でチャンピオンになったと。ガッツさんこの後5回連続防衛を果たされていますので、ですから今回の大場さんも5連続、ガッツさんも5連続、和島さんも、防衛もたくさんしてますし、先ほど言った2度のリベンジということで、ボクシングの歴史にそれぞれ三千と輝く3人の方がこの旧国技館で試合をしているというのを今回ご紹介いたしました。この方は知ってますよ、千代の富士ですよね。はい、そうです、横綱千代の富士関ですね。かっこいいですね。はい、ちょうど千代の富士さんが強く全盛期をこう築かれた時期っていうのは、蔵前から両国に国技館が移ってきた時期と大体重なるんですね。でもうまさに国技館の初期の状況を支えたのがこの、千代の富士さん。ところがですね、千代の富士さんって、はい、例えば今のお相撲さんなんかと比べると、はい、そんなに大きくもないですし、実はね、手もそんなに大きくなかったんですね。あ、そうなんですか。でここにちょっと手形があるんですけど、はい、大山さんちょっとどうですか、比べてみていただいて。あ、お相撲さんとは思えないぐらい小さめですよね。そうですよね。ちょうど今回は吉羽山さんっていうもう一人お相撲さんの手形があるんですけど、これはもうなんか見るからにお相撲さんのっていう感じなんですけど、千代の富士関はこの手で生田の相撲を取ってきたんだっていうとですね、千代の富士さんってやっぱすごかったんだなというのを今回改めてですね、感じました。今回の展示のですね、見どころの一つになるのがこちらの映像になります。これが明治33年、明治42年にこの国技館最初の建物ができますので、それより古い梅ヶ谷とですね、日立山という、一般に梅日立時代とファンの方はおっしゃってるようなんですけども、ちょうどそのお二人がそれぞれ取り組みを取られているところを借りてきまして、どうしても古い映像ですから絵が荒めなんですけれど、足腰がすごくてですね、お相撲取ってる最中に太ももの筋肉とかがクッと見えるんですよ。2つの取り組み合わせて3分ぐらいしかないんですけれども、貴重な資料となっていますので、ぜひこれもご覧いただければと思います。様々な展示を見させていただきまして、国技館の歴史をしっかりと知ることができました。とても楽しかったです。ありがとうございます。墨田区との関係でもですね、成人式の会場になったり、また今も続く5000人の大工の会場としてもですね、愛されていると。長い歴史の中で一つ一つ要素が加わって、今皆さんに国技館が愛されているというのが改めてご理解いただけたらいいなというふうに思っています。これからも国技館でこの墨田区を、地域を盛り上げてくださると嬉しいですね。ここまでご紹介してきましたように、いろいろな形でですね、国技館の歴史をご紹介しておりますので、ぜひ懐かしいものがある方、また初めて知るものがある方もおられるかもしれませんが、会場でご覧いただければと思います。よろしくお願いいたします。